スプラ3の最新映像について、前回はヒーローモードの物語に着目してお話ししていきましたが、今回は小ネタをいっぱいご紹介して、え、そんなのもあったの、あ、これそういうことと思ってもらえるような内容でお話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。サーシーブーです。まずは、ニューカラストンビ部隊の決めポーズ。塩カラーズの二人はいつもの、以下よろしくのポーズだと思います。厳密に言うと、初代スプラとは腕の上げ幅が下がっていたりとか、ホタルの足の曲げる方向が違ったりとか、変化はありますが、彼女たちもアイドルを続けて、かなりの年月が経過しています。活動の中で自然と変化していったのでしょう。一番注目していただきたいのは新司令のポーズ。皆さんはこれが何を表しているかわかりますでしょうか。新司令、ガチマッチの X のポーズですか。いいえ、違います。これは当たり目元司令のブランドでもある当たりメイドのマークに由来していると思います。当たり目から受け継いだ伝説の帽子にもそのマークが輝かしく象徴されていますが、多分当たり目のこだわりなのでしょう。やはりクロスしてる方がかっこいいからな、ポーズはこれで頼むぞ3号と、当たり目から決めポーズを教わっている元3号こと新司令が想像できます。トレーラーでヒーローモードのステージがパパッと紹介されていましたが、人間の目や臓器がオブジェクトとして浮かんでいるのにお気づきでしょうか。結構不気味というか、なんでこんなものが浮いてんねんという話なんですけども、これはおそらくテーマにもある哺乳類の器官の哺乳類を示唆しているものだと思われます。タコに毛が生えている様子が映っていたりと、もしかしたらタコたちを哺乳類類にする、いわば海洋生物を絶滅した生物へと変異させる研究が行われているというオルタナの設定を遠回しに伝えているのかもしれません。トレーラーで一瞬タコたちの足元にカメラが向きます。今までのタコって靴を履いていたのでわからないんですけども、おそらく足先に指はなかったと思うんですよね。触手のような指のない足でも体を支えて立てるようにタコ専用の靴を履いていたと思うんですけども、どうやらそれが必要なくなったようですね。つまり足に指が生えてきたから、クチュに足入らなくなったからクチュいらねーってことだと思います。タコたちは毛が生えただけでなく指も新たに生えていることから、ますます海洋生物哺乳類計画がありそうな話に見えてきます。タコたちは獣に進化する途中の状態、もしくは獣になりきれなかった失敗作である可能性が考えられます。ヒーローモードのステージですが、いろいろバラバラでしたよね。新3号のヒーロースーツがボロボロだったり、厚着だったり、背景が荒野だったり、雪だったり、混沌っぽかったり、秩序っぽかったり、今回のヒーローモードは二部制なのか、混沌側と秩序側で分かれているのか分かりませんが、2パターン用意されてそうだなという印象があります。ちなみに一番最初のトレーラーでちらっと秩序の街みたいなのは確認できているため、混沌の街バンカラ街で探索を進めた結果、あっちなんか怪しいぞってことで秩序の街に侵入みたいなパターンも考えられそうですよね。ステージのオブジェクトとして提灯や神門が確認できましたが、個人的には神社のお祭りみたいな印象を受けました。ヒーローモードのイラストにもお面が3つ描かれており、これもちょっとお祭り感ありますよね。お祭りといえばイカの世界にはフェスがありますが、フェスってお題に沿って2つの陣営に分かれて縄張りバトルをするイベントですが、ヒーローモードの舞台の一つオルタナには二者択一という2つの選択肢の中からどちらか一方を選ぶという意味もあり、今回のヒーローモードはイカたち海洋生物がこのまま地球の覇権を握り
り続けるのか、はたまた哺乳類復活を目論む黒幕が地上の縄張りを奪い返すのかという、ある種フェスのような物語になっているのかもしれません。小鮭がケバインクを浄化するシーン、イクラを貯めてから小鮭を投げているので、ステージでイクラを集めて、そのイクラで今までケバインクで通れなかった道に行けるようになるみたいな流れが想定できます。ちなみになぜ鮭にはケバインクが効かないのかというと、皆さんサーモンランをやっている時、鮭たちっていつも緑だなって思ったこと一度はありませんか？鮭はイカたちのように色を変えられない、つまり体内のインクが固定されていて他のインクに侵されないのだと思われます。イカたちは他の色のインクを踏むだけで体に異常が起こりますが、鮭たちはお構いなしに突っ込みますよね。他のインクが効かないのでケバインクも同様、鮭には無力なのだと思われます。トレーラーで一瞬映ったかまぼこくんとちくわくん、二つに共通するのは練り物であるということですね。魚肉を練って作られるものということで、間接的に練り物を示唆しています。ケバインクは自我を失うという性質と、毛が生えるまたは哺乳類に変異する性質、二つが備わった特殊なインクですが、自我を失う性質はオクトの消毒でも触れられているため、おそらくネルシャのタルタル総帥が使用していた消毒インクに毛が生える性質を加えたと考えられます。今回の黒幕とネルシャがつながっているから、かまぼこくんとちくわくんが登場したのかなと個人的には思っています。パパッと小ネタをまとめてご紹介。ジャッジくんはほくろが鍵？なぜかほくろにめちゃめちゃ説明書かれてます。そもそも毛の黒い部分が点なだけでほくろじゃないんですけども、続いてイカは調理法まで詳しく記載。メモ書いた人は焼いて食べるのが好みなのかもしれません。宙に浮くダイナマイトを爆発したらちょっと怖いですね。ちゃっかり映ってる人間の指紋、こいつの正体が気になるぜ。これがおそらくオルタナのロゴ。ネルシャのロゴとはそんなに似てないですね。雪の積もったオルタナ以外に地上と思われる荒野にもケバインクが存在。オルタナから漏れてしまったのかちょっと気になります。鮭が自転車漕いでるのは鮭を生け捕りにして働かせてるからなのかもしれません。そしてモアイ像がいるのが謎。ハリボテだからわざわざ作られてるんですよね。海面上昇のイラストには逆さまになったエッフェル塔が映ってるけど、これは何年前の資料なのか気になりますね。最後のシーンでカウントダウンがされているの、みんな気づきましたでしょうか？ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2って聞こえるので、ぜひ皆さん確認してみてください。これはおそらくロケットを発射せずに済んだ、まあ、つまり新3号たちカラストンビ部隊の活躍によって黒幕の行動を阻止できたという意味なのかもしれません。あと2点お話ししていきたいと思います。タコとシャケは取引関係にあったという話は公式から明かされている内容で、タコは電気が足りずエネルギーが欲しくて代わりに高度な技術力を提供し、シャケは仲間を守るための兵器が欲しくてエネルギー源となるイクラを見返りとして渡していました。この仲間を守るためというのはもちろん鮭を駆逐してイクラを収穫するクマ山椒海に対抗するためですね。そしてクマ山椒海が今回のヒーローモードの黒幕で海洋生物を哺乳類にする計画を目論んでいたらどうでしょう。はぁ、近頃鮭たちが兵器を持ち寄ってイクラが取りづらくなってきておるな。タコが兵器を渡してるのか？待って
ったく余計なことをしてくれる。タコをケバインクで自我を失わせつつ従いさせられれば、シャケは兵器がなくなり弱体化。それに対してこちらはタコの技術力で研究がさらにはかどりそうだな、みたいな感じで一石二鳥な作戦をしてきそうですよね。黒幕は自我を失わさせて忠実なしもべとして思い通りに動かせる特殊なインク、ケバインクを所持しています。もしかしたらね、本当は鮭たちを従わさせてイクラを量産させるためにケバインクを開発していたのかもしれませんが、鮭にはケバインクは効かないため、鮭たちに兵器がいかないように鮭の弱体化を狙いつつタコたちを支配下に置いたのかもしれません。しかも哺乳類計画の生態実験としても使えるという、タコは黒幕にとってこれ以上ないとても利用価値のある生き物だったわけです。まあタコたちめっちゃかわいそうなんですけどね。ミステリーファイルの7つの輪より煙が上がり、海から赤き魚が現れ、地のあらゆるものを食い尽くしたという予言書ですが、これはおそらくスプラ3のヒーローモードを指していると思います。7つの輪とはロケットのエンジンノズルのことで、最新トレーラーのロケットにちょうど7つのノズルがありそうなんですよね。一方向からしか見えていないので 100% ではないんですけども、まず中央に一番大きいロケットが1つ、その左右に2番目に大きいロケットが2つ、そして黄色いタケノコみたいなロケットが手前に2つ見えていますが、奥の方にもタケノコロケットが1つは見えていますよね。もう1つは四角で見えていないんですけども、おそらく手前と奥に2本ずつ計4本タケノコロケットがあるはずです。となると合計で7本のロケットがセットになっているということになり、ちょうどノズルが7つになるんですよね。そしてこのロケットが打ち上げられるとき、まあ、つまり7つの輪より煙が上がったときですよね。それすなわち黒幕の思い通りにことが進んでしまったピンチの状態のとき、海から赤き魚、つまり小鮭の仲間である鮭たちが駆けつけてくれて、地上に湧き出たケバインクやその他黒幕の研究施設に関わるものすべてを食い尽くしてくれて、あとはロケットを止めるだけみたいな物語が展開されるのかなと思いました。まあ今の話だとロケット打ち上げられちゃってるので、止めると言っても空中でロケット攻撃して空中で爆発させるとかしか方法なさそうなんですけどもね。というわけでいかがでしたでしょうか。トレーラーの最後の最後にクマさん紹介の BGM でおなじみ輝くんですマーチの冒頭部分と似たような BGM が一瞬聞こえたりと、スプラ3のヒーローモードはクマさんが関係してそうだなぁと思わせる伏線が多数ありますが、実際どうなるのかめちゃめちゃ楽しみですね。おそらく次のスプラ3の情報公開は任天堂ダイレクトではなくスプラトゥーン3ダイレクトのような専用番組でバッと新情報が公開されると思います。いつどのタイミングで来るかは予想がつきませんが、新たな情報を楽しみにスプラトゥーンを盛り上げられるよう動画投稿頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。ちょうどね、先日登録者が4万人を突破したので意気込み的なことを語ってしまいましたが、まあ考察ってあくまで一人の考えに過ぎないので、矛盾が生じてたりとか僕はそれ納得できないなとかね、ご意見多々あると思いますが、ぜひ思ったことはコメントに残していただけるととても嬉しいです。それによって僕もね、間違いに気づけたり、そういう考えもあるのかと参考になったり、めちゃめちゃ助かります。考察に正解はないですし間違いもないので、本当に感じたことはコメントしましょう。その一つのコメントから話が展開されてって面白いことになるかもしれませんので。あと話変わるんですけども、たまにツイッターの DM で考察を送ってくれる方が数人いるんですけども、いつも楽しく読ませていただいてます。ちょっとね、一人一人返信するのも大変なので、ハートマークつけておしまいとかそういう時もあるんですけど、この場を借りて感謝いたします。いつもありがとうございます。最近ねツイッターのフォロワーも増えてきて、もともとね結構
構スプラトゥーンと関係ないことばっかツイートしてたんで何ツイートしようかなって最近悩んでるんですけど、もしねこういうことツイートしてほしいとかありましたら、ぜひそちらもコメントで要望を送っていただけると嬉しいです。というわけで今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモ、それではまた、アーディオス。